吉田さん、やっぱりすごいですね、スカイラインの人気はね。あのスカイラインっていうだけでピンからキリまで人気ですね。でもう3000万とか5000万とか超えてくると、もうすでにこれはねコレクターの域ですよ。もう億っていう単位でお金持ってる人が、まあ趣味の車の1台として持っとくかみたいな感じでね。でしかもお金に余裕があるから、きちんとしたガレージに入れて警備万全にしてね、セキュリティ万全にして、もう売らないですよね。もう半分投資商品みたいになっちゃって、まあそうですね、中古のR34 っていうのはなんか新車のフェラーリと同等じゃないですか、もう。何がねどうなのか分かりませんよね。日産がまたね、あの GTR を323334作りましたとかなってきたらね、なかなか面白いんですけど、まあ相場が崩れますか。まあ私のナイト2000なんですけども、あのやっぱりねトランザムがないそうなんですよ。だから、まあ、なかなか市場に出てこない。でもトランザムは一定の割合でその中古引き取りがあるらしいです。というのがやっぱりね、普通の人が持ってるんですよね。まあ私も普通の人間ですけども、私もお金がやばくなったらそのナイト2000はとりあえずね買ったところに売ろうと思いますからね。その後フルレプリカで売るんで、ちょっとした手直ししてまたリセールできるから、だから私がね在庫をしてるようなもんなんですよ。その他のナイト2000ユーザーさんもいつかこれ手放しますから。だからナイト2000をレプリカして売る会社ってのは、顧客に在庫を持たしておいて、顧客にコストを払わしておいて、いざとなったら買い取る、買い取ったやつをちょっと手直ししてまたリセールするみたいな感じで、呼吸のようにやり取りするんじゃないかなと思います。ただしそんなにガンガン売れるもんじゃないんでね、おそらく年に1台とか2台でしょうね。まあそう考えていくと、まあ通常はそのスポイラーをつけたりとかね、車検をしたりとか保険取ったりとか、ちょっとした手直しをしたりとかっていうので、コツコツ積み上げていくしかないんでしょうね。派手に見えますけども、やっぱり車の業界っていうのはそれなりに厳しいですよ。でもどうなんですかね、吉根さんね、ビッグモーターみたいな感じで中古車をインチキでね売ったり修理したりとかしてやってるところもあれば、正々堂々と中古車を状態が悪くても買って、で乗れる形にしてリセールして大きな利益を狙っていく。ただR34 の場合は保管のための費用が結構かかると思いますし、部品の調達とかもねお金かかると思うんですよ。吉田さんみたいに一般のユーザーとして結構乗っていくと消耗品もいっぱいかかりますしね。やっぱ高い車は高い維持費がかかりますわ。だから高いんでしょうね。まあ事故しなくてよかったですね、吉田さんね。でも交通事故とかしたら本当に目も当たられないぐらいの R34 状態になったと思いますから。まあ吉田さんの人生には R34 はなくとも R34 がいつも走ってるんじゃないかなと思います。まあこれからは BMW なのかな。 BMW もいいですね。いい人生送ってるんじゃないですか。羨ましい。いってらっしゃい。